さあやっていきたいと思います。どうなることやら。星の導きのままに、正義の力が道を切り開く。帝国火撃団参上。キャプテン、気がついている？この魔幻空間は。ああ、あいつに違いない。倒したと思っていたが。とにかく急ごう。コーマを倒し、ミカサ記念公園を解放する。了解よ。行こうか。行くわよ。やっぱり来たか、帝国過激団。この魔幻空間、やはり貴様か、オボロ。魔幻空間を解け、オボロ。俺たちはお前の遊びに付き合う暇はない。俺はお前たちをぶっ殺したいだけなんだよ。おい、そこの裏切り者も覚悟しとけよ。アナスタシア、あいつの言うことなんて気にするな。君は騙されていただけだ。自分を責めるのはもうやめた方がいい。ええ、分かってるわ。ありがとう、キャプテン。あ、これあれだ、クラリスの時と同じやり方で。はい、セボフ行くぞ。駆け抜ける。はい、合体技をすれば使ってなかったもん。気がつきもん。おお、そうなるんだ。ひどい、しどい。タッチパネルで使う。行くわよ。駆け抜ける。全然使ってねえ。行くわよ。駆け抜ける。はい。あ、ちょ邪魔します。おい、ふざけんなよ。行くわよ。ごめん、ガードとかあるといいんだけどな。はっ、じゃあ。わー、いけそう。行くわよ。はい、はっ、はっ、せっ。ない、あれ、いなくなった。駆け抜か。こういうこと。覚悟なさい。あ、これはいいや。ザコ倒すのは楽そうっす。行くわよ。早くやろうとすると、まあでも俺当たんねえのか。当たんねえの、はい、え、じゃあ、わけわかんねえ。行くわよ、走り抜けるわよ。じゃあ、駆け抜ける。まずは挨拶代わりだ。この程度で潰れんじゃねえぞ。機体の修理は順調だ。あと少し、なんとか耐えてくれ。それと、アナスタシアちゃんの傷はかなり深い。ダメだ。頼むぜ、青春で。ああ、言われなくても、アナスタシアは俺が守る。必ずだ。アナスタシア、大丈夫か？大丈夫よ、キャプテン。怪我の痛みなんて大したことないわ。花組のみんなは本当に優しいわね。こんな私を受け入れてくれるなんて。コーマのスパイとして生きてきた私はいつも人々の心から逃げてる。でもあなたたちはいつもいつもうるさくて、本当にしつこくて、そして優しくて、とうとう私の心に入り込んでしまった。さすがのアナスタシアも花組のしつこさには困惑したか。ああ、まだ上に。ちょっと。ちょっと。ああ。はい。抜け抜ける。はい。病み上がりなのによ。はい、駆け抜ける。そう、
とりあえず飛んでるやつやりたいんだけど。はい。私このチームが大好きよ。だからもう絶対に嘘は言わない。みんなと交わした約束は必ず守るわ。必ずあなたとみんなと生きて帰る。ああその通りだ。戦い必ず全員で勝利しよう。いい感じだ。はい、ちょっと、とりあえず貯めとこうか。まだか。よし水晶。駆け抜ける。あやべ。私の出番。おはこ長い。はい。当たれない。ダメか。覚悟なさい。なんで？うい。なんで？これで回復しても仕方ないのね。だっ。邪魔しないで。よし、とりあえずよーし。落としたぞ。行くわよ。なんで？遅い。めんどくせえこれ。めんどくせえぞ。あやべ飛んじゃった。ああ危ねえ。危険な地形だな。踏み外さないように気をつけないと。任せてちょうだい。私の機体はゆっくり降りられるから先行するわ。分かった頼むぞアナスタシア。邪魔しないで。まっすぐしか行けない感じ。じゃあもっと高みを目指す。うわおいふざけんなよこれ。駆け抜ける。はい。これな上からもな狙えればいいんだけどな。ダメっぽいねこの感じだと。はい。邪魔しないで。はい。いい感じだ。さあ、覚悟なさい。邪魔しないで。狙われてる。覚悟なさい。そういうことや。走り抜けるわよ。なんで？ひどい。それだけだけど、まあ、こっからだ、この野郎。はい。いけねえのか、これ。嘘じゃん。なんで、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 なんでだよ。ああ、もういいや。ひどいね。なんでなん。これ卑怯だね、あの配置は。散らすしかない。アナスタシア援護してくれ。分かったわ。でも一人で深追いはしないで。よし行くぜ。敵は全て排除する。捕らえた。運命閉ざす。青き流星アポリトミデン。修理は終わらないのか。駆け抜ける。よく見ろ。レッカーでやれば。レッカーでやるといかない。まだまだ。やけにのんびり戦ってるけどよ。コマを復活まで時間がないんじゃねえのか。悪い悪い。
夜叉の攻撃で機体が呪われちゃったんだっけ。このまま二人で惨めに死んでいくしかないんだってな。そこまでだぜ。これからよ、帝国歌劇団花組篠の目八本、この喧嘩買わせてもらうぜ。晴れに一発やってやるぜ。なんだと、そんなバカな夜叉の呪いは。アバラ、てめえをぶっ倒したくてよ、地獄から蘇ってきたぜ。なあアナスタシア、あんたはちょっと分かりにくいんだよ。何がしたいのか、何に悩んでるのか分かりゃしない。本心を出さないように訓練されたんだ。当然の話だわ。だからよ、友達になろうぜ。もっと話して、喧嘩して、笑って、お互いのことを分かり合える仲間じゃなく友達になろうぜ。あんたの悩みもハツコちゃんに任せとけってことだ。分かったわ、ありがとうハツオ。なるほど、ここであれか、一番仲がいいキャラが来てくれる感じなんだな。でもハツコは使えないんだ。やるな。どんなもんで、花組はこんなもんじゃ止まらねえぜ。やだね、雑魚が一匹増えたぐらいで勢いづいちゃってさ。時間がないんじゃなかったのか。お前たちの無理はまだ変わっちゃいないんだよ。無事にこの空間を解放できるといいな。踊りましょう。えっ、はい、行くわよ、行くわよ、走り抜けるわよ。またそれか。これはあの時の現実の大蛇と攻撃してくる結晶、まさか同時に来上がると。アザミもクラリスもいない状態でこれを突破できるの。どうしたよ、助けはもう来ないってか。はい、行くわよ。行くわよ。霊力準備。行くわよ。はい。なるほど。行くわよ。はい。はい。油断しちゃダメ。行けなこの野郎。行けるじゃねえかよ、相変わらず。アーニャだからこそ。はい、行くわよ。はい、てい、行くわよ。あ、ほんま、これやろ。はい、持ってっちゃっていいかって。走り抜けるわよ。あ、行くわよ。行くわよ。行くわよ。じゃあ。え？あれどういう？押してたはずなんだけど。ん？行くわよ。あれ何よ。あれ。なんだなんだ、どういうこと？
わけわかんねえ。あ、行くぞ。違う？やっほっ、機体が勝手に、こっちじゃないのか。仕方ないわね。俺はどこ行けばいいんだ。駆け抜ける。はい、めっちゃ落ちたな。そっちから来た。そうだったっけ。行くわよ。行くわよ。意味わかんねえぞ。抜ける。なんかあんのか、ちょっと待って。どうすりゃいいんだ。なんで。もうあっちしかねえな、じゃあ。行くわよ。こっちしかないし。駆け抜ける。来た方じゃないの、だって。行くわよ。走り抜けるわよ。駆け抜ける。はい。こんなところが。行くわよ。回復を…あ、バカバカ、違う。終わらせる。もうキャンセルできるのか。はい、踊りましょう。よかった、回復できた。はい、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 まあ、ないか。私の出番。これをどうしていたんで。はい、あれ、これって来た方じゃない、違うか。 あ、こっち行くのか。気を抜きすぎよ。すいません。駆け抜ける。オーバロ、どこにいる。姿を現せ。さーて、どこだろうね、お店たち。気味がない。この以上は、その絶望する顔、すげえそそるぜ。もっともっと見せてくれよ。これで帝国過激団も終わりだ。絶望が恐怖に包まれた。さあ、幕引き隊行こうぜ。帝国過激団終わるのはあなたの方です。誰だ。望月あざみ、真実を見抜くべく誕生。私の力で悪しき力を打ちます。こいつはまずい。これならいけるわ。二人ともお願い、力を貸して。当然、仲間を救うため、そのために来た。分かっています。共に戦いましょう、アナスタシアさん。アナスタシアさん、そんな顔をして。花組は全員で一つ、全員で勝利して笑顔になって、初めてハッピーエンドになれるんです。そんな顔でハッピーエンドを邪魔しちゃダメです。さすがは名脚本家ね、笑顔。了解よ。丸連打してたらちょっと飛ばしちゃいました。ごめんなさい、やってしまったな。アナスタシアは悪い掟に従わず、自分の意志でこの戦いに参加してる。アザミは尊敬する、その決意を。ありがとう。その尊敬を裏切らないよう全力を尽くすわ。いい具合に減らせた。これで終わりだ。ナスタシアさん、いいな。はい、ナスタシアさん、すごいです。くそー、なぜだ。夜叉の呪いを解くのは不可能なのに、どうして。
お前には分かるまい。この機体が持つ無限の力、無限の可能性が。許せい。ならばその力ごと消し飛ばすまでだ。行くぞオボロ、今こそ決着をつける時だ。信じられるっていいものね。行くぞ。なんか面白いじゃない。何の上行って、ああ降りてきた。早く来てくれ。そうか、ゲントが近づいてきたのか。ゲントが近づけばコーマの力は果てしなく増加する。そうだ、ゲントの力があれば。させないわ、絶対に。させない。ゲントが迫ってるのはお前のせいじゃねえか。今からでもこっち側についた方がいいんじゃねえの。今度は俺様が使ってやる、便利なおもちゃとしてよ。最悪じゃない。いいキャラしてるな。あ、安定めえ、マジでよ。卑怯だぞ。はい。すごい。ねえのかよ。行くわよ。あ、降りた状態になってる。あー、そっか、降りてきちゃった。くっそ。来てくれ。はい。ちくそ、遅えよ、早く来てくれよ。過激だ。本当にうざい奴らだな。お前はもうおしまいよ、オボロ。ここで決着をつけましょう。うるせえぞ、裏切り者。お前、このままで済むと思ってんのか。このままで済むなんて思っていないわ。あなたを倒したら私は死ぬつもりだった。だけど生きるわ。生きてこの罪を償い続ける。私を許してくれたみんなのためにも。うるせえ、綺麗
ごとばかり抜かすんじゃねえよ。私は帝国歌劇団花組のアナスタシア・パルム。見せてあげる私の生き様を。アナスタシア、君は。ごめんなさい、キャプテン。みんなの気持ちは嬉しいけれど、私は私の罪を忘れることはできないわ。でも晴れ晴れとした気持ちよ。私は私の正しいと思うことのために、花組のみんなと一緒に未来を作るためにこの命を使っていくわ。そう、みんなが教えてくれたもの。分かったよ、アナスタシア。いつか罪の心が消える時が来るといいな。あー、うざい。ほんとうざい。人間なんてな、見え張って嘘つく生き物じゃねえか。一度裏切ったお前なんて二度と信用されるもんかよ。黙れ、おぼろ。薄汚い小豆。アナスタシア、私の仲間だ。大切な家族だ。神山清十郎は帝国歌劇団花組隊長として。アナスタシアを信じる。キャプテン、ありがとう。清十郎さんの言う通りです。帝国歌劇団花組、天宮さくら誕生。オーブ、さくら、来てくれたのね。アナスタシアさんの決意聞きました。一緒に戦いましょう。帝都の平和を守るために、そして自分自身の未来を切り開くために。さくら、そんな都合のいい未来は来ねえ。ここで全員死ぬんだからな。俺様をここまで苔にしやがって。許さねえ、絶対に許さねえぞ。新たなる星の導き、それは花組のみんなと共に見る未来。その未来のために私は絶対に勝つ。アラハブス、本気で行きますよ。気に入らねえ。てめえら何もかもが気に入らねえ。ゲントを待つまでも全力で、もうここで決めてやる。覚悟しやがれ。ここがてめえらの墓場だ。ここで倒れるのは貴様の方だ。俺たちは絶対に負けない。はい、いいぞ。はい、この世から消した捕らえた。運命を閉ざす青き流星、アポリトミデン。つえな、バカな、この俺様。誰か、体の痛みはあってもなんとかなるものね。アナスタシア、聞こえるか。キャプテン、この通信は君だけにつないでいる。少しだけ俺の話を聞いてくれ。君は負傷しているその体で先陣を切り、みんなのために道を切り開いた。もういいだろ。自分を許してやってくれないか。そうね、悪いけど忘れられそうにないわ。忘れてはいけないと思う。アナスタシア、
でも死んでもいいとはもう思わない。生きてあなたのその思いに応えてゆくわ。分かった、今はそれでいい。だけどいつか絶対に忘れさせてみせるよ。これから作っていく俺たちの思い出でね。きっと花組のみんなも同じ思いだ。言い出したら聞かない、そんな人よね、あなたは。分かったわ、その日が来るのを待ってる。その日を夢見て生きるわ。神山、ありがとう。最高の舞台だったわ。時間かかっても OK なんだな。まあ迷ったかな、だいぶ。オボロ、しつこい敵だったがようやく倒せたな。本当です、もう二度と見たくないですね。よし、とりあえず神崎司令に連絡を。ちょっと待ってください、その前にいつものあれ、あれですよ。おお、ほらアナスタシア、こっちに来て号令かけてくれよ。私、そんなのダメよ、私は。遠慮はダメ、今回はアナスタシアの番。でもそんな資格は。アナスタシアさん、笑顔です、笑顔。もう一度花組みんなが揃って勝利できたんです。今はその幸せをみんなで喜びましょう。サクラ、俺たちは再び一つになったんだ。誰一人負けても花組じゃない。今の君ならわかるはずだ。だから頼むよアナスタシア。わかったわ、喜んでやらせてもらうわね。ありがとうみんな。惑いの中にいるのなら星を探しなさい。どんなに暗い闇夜でも見上げれば必ず星はある。せーの、勝利のポーズ、キレ。ええなあ、いい顔してんじゃねえか。スミレさん、三笠記念公園の制圧に成功しました。ご苦労様、神山君。これで切り札が使えるわ。次の指示をいただけますか。切り札は一体どこに。そろそろ月組が到着する頃だわ。彼女たちに合流してちょうだい。俺の無限が！って、それどころじゃない。事故だ。乗ってるのは誰だ？大丈夫か？いやー、やっちゃった。やっぱりスーパー隊長みたいにスマートにはいかないな。君は？おお。その声は、まさか。いつきちゃん。え、なんでわかったの。はあ、素人さんに一目でカンパされるなんてマジでショック。帝国歌劇団月組隊長西条いつき、ここに見参です。ジャパーン、
私もいますよ。ひろみさんまで。月組ってもしかしてお二人が。実はそうだったんです。追っかけファンとは仮の姿。帝国歌劇団月組西条いつき、帝都の危機を救うべく参上しました。同じく帝国歌劇団月組隊員本郷ひろみ。いつもご贔屓にしてくださってありがとうございます。本当は他にも隊員がいるんですけどね。月組は隠密行動部隊、誰がどこにいるかは秘密なんですよ。そうなのか。いや、それよりもスミレさんから君たちに合流しろと指示があった。これからどうすればいい？大丈夫、分かっています。いよいよあれを動かす時です。これは空中戦艦？こんな巨大なものが公園に眠ってたなんて。帝劇があんなに小さい。無事に乗り込んでくれたようね。はい、なんとか。これなら戦える。我々は競技場に向かいます。あなたたちだけでは無理ですわ。今から私たちもそちらに向かいます。どうやって？帝劇量子水晶動力全開放。出力 250% 300。 いけるで。銀座四つ角からの切り離し承認。最終ロック解除。スミレ様、兵撃発進。はぁ、なんだそれ。信じられません。この無茶苦茶な船は。この程度で驚いていては帝国歌劇団はやってられませんわよ。でもまさに最終兵器ね。この船なら玄庵と互角に戦えるわ。待っていろ玄庵、絶対に競技場にたどり着いてみせる。ミカサの調整には今しばらくの時間を要します。終了まで約1時間。作戦が始まったら休む時間はありませんわ。今のうちに英気を養ってちょうだい。休める時に休むのも立派な仕事やで。売店も開けとくから来たってや。売店って。でも分かりました。少しゆっくりさせてもらいます。では解散。来ていたのか。すげえ。
だけなんだ。なんとかしてくれよ。仲間じゃねえか。ほら、まだ楽しく人間とも。仲間？私は貴様を仲間と思ったことなど一度もない。なんだよ。おい、やめろ、やめてくれ、頼む、見逃して。マジか、ここへ来てか。なんか最後助けに来てくれると思ったんじゃけど。売店か。よし、とりあえずじゃあこの辺にしとくか。いやー、なるほど。黒幕は、いやでも待って、 G がいたよな。そういえばどうなんだろう。てかあいつしつこかったな。